人生最後のダイエット、最近流行っている麻薬卵とかなんとか漬け戦略とかよくわからなかったのでいろいろ調べてみたんですけど、中毒性があるってことが一番濃厚だったんですよね。なので今回は中毒性がすごい痩せる麻薬親子丼、隠された秘密4000というテーマでお話ししていきます。このチャンネルでは皆さんのダイエットがうまく進むように妻が普段食べているメニューを紹介していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いしますって言った後に、ですよねって来るから、絶対にチャンネル登録しないぞって今登録していない皆さんめちゃくちゃ思いましたよね。ですよね。なのでそういう風に思ってしまったという方は観念してチャンネル登録よろしくお願いします。あとすでに登録している方は高評価コメントよろしくお願いします。そういうことで今回は中毒性がすごい痩せる麻薬親子丼、隠された秘密4000、では行こう。鶏胸肉はタンパク質が豊富な食材です。タンパク質は三大栄養素の一つで、筋肉や髪の毛、肌、内臓などの体のあらゆる部分の材料となる栄養です。その他にも体をスムーズに動かしたり、消化を助ける酵素の材料となったり、免疫力アップに欠かせない免疫細胞の材料となるなど、健康的な生活にタンパク質は欠かせません。体を鍛えたり運動する人はもちろん、健康や美容のためにも気をつけたい栄養素です。鶏胸肉は低カロリーでありながら、皮を取った鶏胸肉 100g に含まれるタンパク質は 22.8g。 これはタンパク質が豊富な食材で知られるささみとほぼ同じ量です。タンパク質を取ろうとして他の食材を増やしてしまうと、どうしても脂質やカロリーが増えてしまいがちですので、鶏胸肉を取り入れれば脂質やカロリーを抑えながらタンパク質を増やせるのでおすすめです。玉ねぎには血液がサラサラになる効果やダイエットに効果的な栄養素が多く含まれています。血液がサラサラになることで血液の巡りが良くなり、痩せやすい体になります。他にも玉ねぎに含まれるケルセチンにはデトックス効果や脂肪燃焼を助ける効果が期待できますので、揚げ物や油っぽいものをよく食べる人にもおすすめで、コレステロールを下げる効果が期待できます。またカリウムも含まれているため、むくみが解消されすっきりとした体になりたい人にはおすすめの食材です。効果は食べるものの組み合わせによっても変わりますので、お酢なんかと一緒に食べることにより脂肪を減らす効果も期待できます。卵は高タンパク低糖質の食材で、栄養が豊富でダイエットに適した食材と言われています。タンパク質は体内で筋肉の材料となるため、卵をしっかり食べることで筋肉量が増え代謝アップにもつながるというわけです。また体重増加の要因として糖質の摂りすぎが挙げられますが、卵は低糖質の食材なのでダイエット中でも比較的食べても大丈夫な食材で、今回は調理の際に油も使用しないので、その分カロリーが抑えられます。調理方法でカロリー量は変わりますが、親子丼はおすすめです。別に白米を食べてもいいように思いますが、雑穀米が白米よりもダイエットに適している理由はいくつかあります。その一つが、雑穀米には食物繊維が多く含まれており、白米に比べると圧倒的に多く含まれています。食物繊維には腸の働きを活発にし、便秘の解消につながりますので、デトックス効果も期待できます。また噛む回数が多いほど満腹中枢が刺激され、すぐに満腹感を得ることができるというのは有名な話なので、白米よりも硬い雑穀米は自然と噛む回数も増え、消化にも時間がかかるため、間食をしたくなる欲求も抑えられます。ということで今回の動画は、中毒性がすごい痩せる麻薬親子丼、隠された秘密4000でお話ししましたが、いかがだったでしょうか。冒頭でもお話ししましたが、ダイエットが進むようなメニューを紹介していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok も概要欄からフォローをよろしくお願いします。タイムイズダイエット、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ他の動画もご視聴いただけると非常に嬉しいです。使ってほしい食材があったらコメント欄にお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。